かわい私の作り方全米バターサイク選手権は2011年のアメリカ合衆国のコメディ映画監督はジム・フィールド・スミス出演はジェニファー・ガーナーとやらシャヒディなど2011年9月に開催された第36回トロント国際映画祭で初上映されたアイオワで行われる名物イベントの目玉とされているバターサイクコンテストに挑む 野心家の白人女性とアフリカ系の孤児の少女の姿を彼女たちの周りの人々との関係を通じて描く。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、キャストは才能豊かで、笑える瞬間も少しはあるにもかかわらず、可愛い私の作り方全米バターサイク選手権の風刺的な目的は、繊細さの欠如と、 一人よがりな雰囲気によって大きく損なわれている。であり、68件の評論のうち高評価は34%に当たる23件で、平均点は10点満点中4.58点となっている。メタクレティックによれば、23件の評論のうち高評価は4件、賛否混在は11件、低評価は8件で、平均点は100点満点中40点となっている。 ありがとうございます。